さんの命が救われたらしい。正義と国と命の天秤にかけて上がった生命で、難しい言葉もわからないけれど、実は僕らが悪者だったかもしれない、なんて考えると彼の気持ちがわかるかもしれない。 Sorry、 気づいちゃったよ。気づいちゃったよ。自分のことをステップだけステップだけ置いてきちゃっても、僕ら涙に合わせてリズムに乗っているはず。ステップだけステップだけ置いてきちゃっても、僕ら笑顔の数だけをレイプできるはず。そうだろう。本当にギリギリにみんな集めて、本当に急に集まったバンドなんですけど、名前もどうするかってなってて、本当に急遽、キーボードの豊くんがフィロソファーって決めてくれてたんですけど、その豊くんがいなかったら、後ろのマシュくんが決めてた、何でしたっけ、フォーエバーフロート、しかもカタカナでなってたところでした。まあ、危なかったんですけど、今回のフィロソファーっていうのもなんか急に決めた名前なんで、次この表舞台に立つときはしっかり名前も決めて、ちゃんとやってくるので、今回は、歌と、僕らの名前だけ覚えていっていただければ嬉しいです。それでは最後の曲、恋人ごっこ。Thank you.
皆さん、換気の方ご協力お願いいたします。